ぐららいから、ね、その変わった夢見出してね川の大きい川とか山がそばにあのえるとかあの山があって海面に何やあの一,本一,本の一本筋の道があるとかねい一本道見たことあるからそれとかね,あのね雨がザー,ザーあーまだけだ降ってる夢とかね雪が積もったのあれそうやったかな山の夢2回ぐらいだった大きな建物とかね 最初知ら,ん知らん場所に行ったところ、駅,駅はね、人生の転換期。これでブドウの夢もいたしね、燃料満タンも3回くらい。で、この間ね、ヤフーニュースでうんこが積もったの見たら宝くじだったんですけど、俺、俺うんこが出たのね、犬がうんこしたのとか、便所にうんこついたのとか、最初30回以上見てる。それお風呂入ったのもあるしね、だから、夢はね成功、ブドウが出たでしょ、成功の夢。一番極めつけ、キリストが出た。それで皆さん教えるとこ、一番いいのはね、 アンドロメダ製の銀河系だそうですよ。王様の夢もね、3、4回見とる。4、5回。だから夢ってね、成功。2年前から見た人、インターネット系由がからね。だから、当たったら夢、多分夢は当たると思う。<laughs> まあ、こんな感じで以上。夢は当たると思う。俺は信じる。それがね、前ね、10万円、10の数字が出てた10万の数字。5万円給付金振り返っても、それが2回あった。そういう欲しいね、ほいと、 10月29日だけど、最初の車がね、1029来たんですよ、偶然。だから、運もええのもあの。あの四国の、うちの北条家の36年一のこのと。だから、夢はね、当たると思う。だって、その、なぜかな、数字ちょいちょい、夢の数字言ったら高淵が当たったら、見えない世界ってあると思う。ありがとうございます。神様が味方してくれて。これは俺のおかげ。